フランチャコルタフランチャコルタフランチャコルタはイタリアロンバルディア州東部のフランチャコルタ地方で作られるシャンパーニュ方式のスパークリングワイン。イタリアにおける原産地名称保護の指定を受けており、ピノビアンコ、シャルドネ、ピノネロが主要品種である。シャンパーニュに次ぐ品質と世界的にも認められている。フランチャコルタとはイタリア北部ロンバルディア州内にある。 フランチャコルタ地域で醸造されるスパークリングワインのことであり、この故障だけで生産地の領域、生産方式、ワイン名を表す。フランチャコルタ協会の厳格な規定に従い、瓶内二次発酵方式で製造されており、数あるワイン醸造方法の中でも特段に手間がかかる。なおフランチャコルタはイタリアのスパークリングワインとして初めての DOCG の認定を受け、 フランチャコルタイコールビン内二次発酵の高級スパークリングワインという礎が築き上げられた。厳しい規定をクリアした素晴らしい品質や味わい、そして急成長した背景からフランチャコルタの奇跡と呼ばれている。しかしながらフランチャコルタの年間生産量はシャンパンの5%ほどと少なく、それらの9割がイタリア国内で消費されるため流通量は少ない。 フランチャコルタの歴史は意外と浅く遡ること16世紀頃、すでに発泡ワインの生産が行われていたフランチャコルタ地方だが世界的に注目されることはなく地元で消費されるのみであった。なお、フランチャコルタ地方では遥か昔より武道栽培が盛んであったことがプリニウスやコルメラなどの著作、戦士時代の趣旨の発見から明らかになっている。 そして時はたち1961年、フランチャコルタがスパークリングワインに最適な土地であると見込んでいたフランコ・ジリアーニによりフランチャコルタの名を冠したワインが誕生した。それからというもの、フランチャコルタ地方がミラノから近いということもあり、投資が加速。イタリアが奇跡の経済とも謳われた高度成長期であったことも、 相まって、フランチャコルタはしわ叩く間に大成功を収める。1967年にはワインの格付けである DOC の認定を受け、さらに1995年にはスパークリングワインとしてイタリアで初めて DOCG に昇格した。フランチャコルタの醸造方法は、シャンパンと同様、最も伝統的で手間のかかる瓶内二次。 発酵方式を採用している。この方式は一時発酵が終わった白ワインを瓶詰めした後さらに酵母と糖分を加え瓶内で再び発酵させる手法である。なお瓶内二次発酵の法定熟成期間はシャンパンに規定されている最低15ヶ月に対してフランチャコルタは最低18ヶ月とさらに厳しい規定が定められている。他種類の法定熟成期間においても フランチャコルタサテンとフランチャコルタロゼは最低24ヶ月、フランチャコルタミレジマートは最低30ヶ月、フランチャコルタリセルバは最低60ヶ月と厳しく定められている。まずは収穫を行う。フランチャコルタの原料となるブドウ品種は4種類のみ。中でもシャルドネが最も多く使用され、作付け総面積の約80%を占める。 次に多いのが、ピノネーロであり、作付け層面積の約15%を占める。3番目に多い品種は、ピノビアンコで、作付け層面積の約5%。ピノネーロの変異種である。そして4番目は、2017年に認可された、エルバマット。今現在は一部の生産者だけが、実験的に栽培しており、商品化または出荷されているフランチャコルタには未だ、 ブレンドされていない。なお収穫は8月下旬から9月初旬頃にかけて行われすべて手摘みで収穫される。また、フランチャコルタへ実際に使用するブドウ品種や細かな配分はワイナリー側で決めるため、フランチャコルタの味わいや個性はワイナリーによって異なる。圧搾は空気圧を利用した機械で少しずつ行われる。 低空気圧法は作機を使用しゆっくりとブドウを絞るため、ブドウ本来の風味や品質を損なわず、ありのままの美味しさを得ることができる。またシャンパンは2番絞りまで使用できることに対し、フランチャコルタに使用できるブドウ果汁は1番絞りに限られる。第1次発酵は収穫された畑とブドウ品種とで各々のしっかり分けて行われる。その後17度から19度で、 温度管理されたステンレスタンクで7から8ヶ月ほどかけて第一次発酵を行い、スティルワインが完成。ワイナリーによっては収穫量の数パーセントを損熟成やアンフォラ、熟成させることもある。第一次発酵で作られた核、スティルワインをワイナリーごとのレシピで調合。なおミッテージマートにおいてはこの工程が省かれる。新たに酵母と糖分を加えて瓶詰めを行い。 瓶内二次発酵の工程に入る。ボトルが平行に保たれた状態で瓶内二次発酵を行う。なお、熟成期間はシャンパンやカバの規定に比べ非常に厳しく、最低でも18ヶ月以上かけて熟成させることが決められている。この長期間にわたる熟成により、気泡がより繊細になり、味わいも深くなる。同瓶は瓶内二次発酵の最終段階であり、 まずは、折り下げ台にボトルを逆さにした状態で45度の角度で差し込む。そして差し込まれた瓶を毎日手作業で8分の1ずつ回していく。また平行して瓶の角度を上げていき、下に溜まった檻を平行の線の近くに集める。なお近年では、これらの作業を全自動で行える機械を導入しているワイナリーもある。同瓶により、檻の集まった。 便乗部を凍結させ、凍結させた平行のワインを取り除くことで折り抜きを行う。リキュールを用いて甘み付けを行い、味わいや残糖量を調整した後に、コルクで栓をする。なお、この工程が省かれるフランチャコルタの種類もあるが、ワイナリーによっては、全種類においてこの工程を省く、またはリキュールではなく同じスティルワインを足すだけの、ワイナリーもある。 最終工程である洗練熟成。フランチャコルタはコルク詰めされた後すぐに出荷されることはなく、最後にもう一度熟成させる。これは温度と湿度がコントロールされた倉庫で数ヶ月から数年にかけて行われ、折り抜きと甘み漬けを行ったワインを最終調整するための工程である。特徴、フランチャコルタは 瓶内二次発酵という製法で作られ、酵母を入れたまま18ヶ月以上熟成させる。このように長く寝かせ熟成させるため、収穫してから最低でも25ヶ月以上を経て、市場に出荷される。ボトルの内圧は5から6気圧。金色の反射を見せる麦わら色がかった黄色で、持続性のある、きめ細かな泡立ちが特徴である。瓶内発酵ならではのブーケには、 パンの皮、酵母の香りに、デリケートな柑橘類やアーモンド、ヘーゼルナッツ、星一軸のような好みや、ドライフルーツの香りが花を添える。ミネラルの風味、心地よい酸味、洗練されて、調和の取れた味わい。ブドウ品シュシャルドネ及び、または、ピノノワール、ピノビアンコ、エルバマット。50%を上限とした、ピノビアンコ、10%を上限とした、 エルバマット・ドザージュ・パス・ドゼ、エキストラ・ブリュット、ブリュット、エキストラ・ドライ、セックもしくはドライ、ドゥミセック特徴、フランチャコルタ・サテンは綿密に選び抜かれたブドウをベースに5気圧以下の低圧力により製造されることで、口当たりが柔らか、ブリュットで生産される。クリーミーと表現したいほど、極めてきめ細かく持続性のある気泡が楽しめる。色も特徴的で、 麦わら色がかった黄色に薄緑色も混ざる深みのある色をしている。白い花やドライフルーツ、いったナッツの繊細な香りが漂い、完熟した果実の香りが変化につれてはっきりと感じられる。また、程よいミネラルの風味と心地よい酸味がシルクのしなやかな肌触りを思わせる滑らかな口当たりと調和する。ブドウ品種使われるブドウ品種は シャルドネと50%を上限とした、ピノビアンことザージュパスドゼ、エキストラブリュット、ブリュット、エキストラドライ、セックもしくはドライ、ドゥミセック特徴、フランチャコルタロゼはピノネーロを望み通りの色調になるまで花火を入れたまま発酵させる。ピノネーロで作ったロゼをベースワインとして他の品種をブレンドせずピノネーロ100%で作るか、ピノネーロで作ったロゼにシャルドネを呼び、 もしくはピノビアンコのベースワインをブレンドさせて作る。ピノネーロが含まれることで特有の香りに加えてボディに独特の力強さを与える。非常に綺麗な色合いが特徴。ブドウ品種25%を加減としたピノネーロ、50%を上限としたシャルドネ、10%を上限としたエルバマットドザージュパスドゼ、エキストラブリュット、ブリュット、エキストラドライ。 セックもしくはドライ、ドゥミセック特徴フランチャコルタミデジマートは単一ヴィンテージでできていることを意味する。フランチャコルタミデジマートはその名の通り、特別に品質の良いヴィンテージに作られる。また、マルチブインテージよりも長く、イーストコンタクトを行うため、さらに上のクラスのワインとなる。そのため収穫してから最低でも37ヶ月を経て、市場に出荷される。 その年の天候や収穫されたブドウならではの品質を鮮やかに映し出す、個性的な香りや味わいを楽しめる。ドザージュパスドゼ、エキストラブリュット、ブリュット、エキストラドライ。フランチャコルタサテンリゼルバの場合はブリュットのみ特徴。フランチャコルタリゼルバは、香りと味わいを最大限に際立たせるために、高品質のミレジマートから作られ、長期間酵母を入れたまま熟成させる。 フランスのシャンパンを超えるほど厳しい生産規定により、最低でも5年の熟成期間を必要するため、収穫してから67ヶ月を経て市場に出荷される。長きにわたり瓶内熟成されているため、深く複雑な旋律を味わえる。ドザージュパスドゼ、エキストラブリュット、ブリュット。フランチャコルタサテンリゼルバの場合はブリュットのみ。ありがとうございます。